と珍しい楽器パンフルートを演奏していただきます大塚進さんです。あとでまたこのパンフルートのね楽器の話なんかもしていただこうと思います。そしてオカリナ、いろんな形のオカリナをね今日も演奏していただきます。岡崎優子さんです。そして私、ピアノ黒沢まさよで、3人でお送りいたします。どうぞよろしくお願いいたします。
トビシティという人が作りました、シリックスという曲を演奏しますけれども、昨日の歌の曲ですけれども、イメージとしてはこの楽器をですね、イメージして作ってくれたので、ちょっとそのイメージを見せたいかなと思って演奏していきたいと思います。ではシリックス。